皆様週末いかがお過ごしでしょうか。今年最後なんですね。ダラダラジオ始まりました。今週もぜひどうぞ最後までねお付き合いください。ちなみに今日はハッピーメリークリスマスですね。私群馬県に住んでるんですが、今日午前中雪降りまして、でも雪降ってすぐ晴れてね、でまたその後雪降ってみたいな繰り返す、ちょっと変な天気だったんですけども、ただなんだかんだでホワイトクリスマスをちょっと体験させてもらうっていう、私人生でも2回目ぐらいなんじゃないかな、初めてかな、ちょっと37年全部の記憶ないんで曖昧ですけど、あんま雪が多い地域住んだことないんでね、レアなんですよねホワイトクリスマスが。もうなんかいいね景色だなーなんていうの、仕事部屋、私ちょっとまだ自宅隔離中なのでコロナでね、そうなので部屋から見ておりましたが、皆様ねどんなクリスマスだったでしょうか。まあ、勉強頑張ってたよなんて方も多いかもしれませんが、で今日はですねサンタさんについてちょっと話をしていきます。まあ親のクリスマスなんてタイトルかな、ちょっとまだ決めてないんですけれども、まあ親になって今息子は9歳と6歳です。でまあこれは多分ちょっとごめんなさい、このテーマ喋っていいかちょっと迷ったんですけど、多分あんま小学生の方聞いてないかなと思いますし、あとまあ保護者の方もね聞いてくださってるので、ぜひ意見交換もしたいなって思って、で親になってでそのいつかサンタさん問題が来るよっていうのは先輩パパママから言われてたんで、もちろん覚悟はしてたんですけど、まあ、実は去年長男が小2の時に長男がね何かでふと思ったらしいんですよね、そのサンタさんのことについて。で実は去年はちょっとごまかしちゃったんです。でも今年同じことをね言っていたので今年は伝えました。はい。でただね結論じゃねえや、私ね個人だよ、ハイチ個人の思いとして、私はサンタさんいると思ってる人間なんですよ。はい。そうなんです。もしかしたらちょっと幼いって思われるかもしれないですけど、私思ってるんですよね。自分は会ったことないですよ。会ったことないんですけど、サンタさんはいるんじゃないっていう。私、これ言うと、ちょっと惹かれるかもしれないんですけど、私、いつか人間、自分は該当されないかもしれないけど、手からちょっとちっちゃい炎ぐらい出るんじゃないかな。ドラクエのメラ的な感じかな。はい。メラって言ったらちょっと炎出ないかなみたいな。サンダーって言ったら雷からちょっと出ないかななんていうのは、今でもちょっといつか叶うんじゃねえかなって、はい。ちょっとか本気で思ってるんですけど。ついてきてます。大丈夫ですか。そういう人間なんですよ。割とそういうとこあって。で、まあ、サンタさんも、会ったことはないけど、いると思っていると。でまあうちがっていうか、俺が息子に説明したことっていうのは、もちろんうちのね我が家だよ、我が家の真実は伝えました、長男に関しては。ただ次男はまだそれは思ってないことだから、ちゃんと内緒にしてあげようねっていう話はしてるんですけど、パパはサンタさんいると思ってるよと、それは本気で思ってるから会ったことないけどねって。だから実際サンタさんが本当にプレゼントを配ってくれてるところもあると思ってる。ただうちはそうじゃない、サンタさん一人でね世界中の子供を喜ばすのは難しいから、だからサンタさんと同じような思いを持ってるパパとかママとか、別に自分のね我が子だけじゃなくてもプレゼント渡す人はいるので、その大人っていうのがサンタさんと同じ気持ちだからこそ同じことをしたいって思ってる人はたくさんいるんだよって。サンタさんは子供たちを喜ばせたい、喜んでほしいって思ってる。でパパも息子に対してねそう思ってる、だから普段頑張ってるっていうのも知ってるし、それでプレゼントを用意したんだよっていう話をしたの。そういう誰かに喜んでほしいとかっていう思いがその誰かに伝わっていくっていう、そう、パパはサンタさん自身ではないけどもサンタさんだと思ってやってるんだよっていう話をしました。でそれはなんで今年話したかっていうと、去年もいけるかなと思ったんだけど、なんかちょっと親バカな発言するんですけど、長男、まあ、まだね若干癇癪持ちだったりとかするとかもあるけど、すごく大人っぽいと思っていて、自分の中ですごく精神的にというか心の面がとても、なんかいい男なんですよ、すごく。次男もなんですけどごめんなさいね親バカでねって思ってて、去年もいけるかなと思ったんだけど、でもこの自分はこの考え方をずっと思ってる人間なので、このサンタさんの考え方っていうのをちゃんと受け取ってくれるのは来年かなって思ってたんです。だから、今年、まあ、長男がね同じように質問してきたら3年生の時には伝えようかなと思って今年伝えたっていう形にしました。
そうでしっかり話聞いてくれて、目見て話して、そうでこう伝えてって感じだったんですけど、なんか、そういった息子もすごく人のために何かをしたいっていう気持ちはすごく強く持ってる子なので、その部分が理解してくれるといいなと思ってね、そんな風に思っています。で、今回なんでこのテーマを話したかっていうと、皆さんがどうされてるのかなとか、どういう風に考えられてるかなっていうのを知りたかったし、たまに質問が昔あって、今年はまあないんですけど前の質問拾ってきちゃってるんだけど、聞かれたことあったなと思って、せっかくなら今年ね、一つアクションとして起こしたこともあったので、喋ってみようかなと思って喋りました。なんかその思いっていうのが伝わっていくっていう感覚っていうのはすごく大事にしてほしいなって思ってて、で今回は、今回はというか、その人のためっていう、ちょっと一般的にはプラスの感情ですよね。そういうのももちろん伝わっていくし、逆にネガティブな感情っていうのも伝わっていくよって、つまり人の悪口っていうのは悪口が伝染していくし、でも例えば息子に対してもみんな、生きていく上でいろんな人と会っていく、で誰かが誰かを褒めている言葉っていうのを聞いて、あ、そうなんだって思うこともあるし、誰かが誰かの悪口を言っていて、そうなんだって思うこともあるかもしれない。でもそれを自分の中でその人の意見を聞いた時にどっちを受け取るのかっていう、賛同する、俺もそう思うよって思うのをどのタイミングで使うのかっていうのは自分で選ぶことができるよねって、それはすごく大事なところだよって。いろんな人、うちの長男はすごく人が好きなんですよ。そう、すごくそれを感じる。人が好きなんだと思う。だからすごく周りの人に影響を受けやすいと思って、それは彼のメリットというか特性だし、いいところなんだけども、使い方を間違えると、なんか彼にとって不利になるという、不利というかこうマイナスの方にね出ちゃう面もあるかなと思っているから、だからそれもあって、なんか親として伝えておきたいなと思って、今年はそんな風に伝えました。で、今ね24日の深夜に撮影を、深夜でもないな撮影してるんで、これから私はね用意したサンタさんをしてきますでもなんか、我が子だからっていうのはもちろんありますけど、でも塾講師の時とかも、塾講師の時に子供たちにプレゼントはしてなかったけど、例えばあれか、ホワイトデーとかに私バレンタインデーって結構もらうんすよ。で、これはね、トモチョコってあるじゃないですか。今どうなる、コロナとかでやりにくいのかな、なんかトモチョコ作る子やっぱすごく多かったので、トモチョコの作った残りとか、残りめっちゃもらえるんですよ。え、これ余ったからあげるとかね、で失敗作だけもらうみたいな、彼氏に作ったんだけど失敗したやつ先生にあげるねみたいなでも嬉しいですよね、それでも。とか、なんか近くにスーパーがあった塾だったので、だからスーパーで売ってるチロルチョコ1個買ってきてくれたりとか、そうで、買ってきてくれたチョコに関してはホワイトデーに買ってお返しするし、手作りでもらった時に方には手作りで絶対返すが私のルールで、そうで毎年返してたんだけど、自分で言うのなんですけど、お菓子作り得意だから割と美味しく作れる自信があるので、そう、それをねやっぱあげて、兄上手じゃん、うざいみたいな憎まれぐりちょっと叩かれながらも、でもやっぱり喜んでくれるのって嬉しくて、そうそう、だからなんかワークだけじゃないですけど、やっぱり子供たちが喜ぶ姿っていいよねってすごく思うんですよね。そう、だからなんかそんなことを今年最後ダラダラ上で、これなんかもっとまとめ的なのにしようかなと思ったんですけど、明日月曜日ね、最後はいつも月撮ってるんで動画で、月曜日明日ちょっと喉がねまだ全開しなくて、そのいつも通りのテンションで多分声を張れないんですよ。声張ると咳出ちゃって、だから明日またまとめ動画撮るかもしれんし、ちょっと今年はちょうどねクリスマス日曜で被ってたから、このテーマ喋ろうかなと思って喋らせてもらいました。すいません、長くなっちゃったからここまでねお付き合いいただきありがとうございます。なんかいいクリ、コロナでねなんかこうすっきりする、わーい楽しかったーって感じにはなんなかったですけど、でもなんか
よかったっす。皆さんもね、素敵なクリスマスを過ごせたことを心から願っております。そしてちょっとハイチサンタからのクリスマスカードね、遅くなっちゃったんですけど、27になんか自宅待機終わるので、なんかその27のタイミングでもう募集ちょっと締め切っちゃってるんですけど、書かせてもらって今ちょっと選んでます。で、結局250人ぐらいだったかな、応募いただいたのが。ちょっと3名だけなんですけど、そこから選ばせて、今選んでるので、それを27に書かせてもらって、28には投函して、だからちょっとね、年内ギリ間に合うかな、わかんないんだけど、まあ、ちょっとハイチサンタ、コロナで遅くなっちゃうんですけど、まだね、届けますので、よかったらね、お待ちいただければと思います。そういうことで、噛んでる、ということで、今日もなんですけど、今年1年もダラダラジオね、ありがとうございました。来年は2023年、続けます。ダラダラジオなんだかんだでも400回以上喋っちゃってるんですけど、まだね、続けていきますので、ぜひ来年度もね、来年度じゃねえわ、来年もお付き合いいただけたら嬉しく思います。ということでね、今日もありがとうございました。また来週、そして来年だね、もう来年のダラダラでもにゃもにゃもにゃダラダラジオでお会いできること楽しみにしておりますので、また来週ぜひお付き合いください。それじゃあまた来週、また来年お会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。